では、オーリの、重要なところ、意外とみんなできてる、できてるっていうか、この足の動きばっか意識して、できてないところが一つあるんで、よく見るんで、それを解説していこうと思います。で、それは何かっていうと、こうやって滑って降り、この時のしゃがむ体勢が結構ね、よくある失敗でやると、こうスタンス作ってしゃがむのに、よいしょ、こういうの、こうもうさ、この時点でさ、こう正面で見るとケツが落ちちゃうから、もうかかと側にこうグニャってトラックになっちゃうじゃん。の時点でもう上に飛べないじゃん、まず。で、もう一つあるのは、しゃがんだと思ったら目線だけ落ちて、こう腰が落ちちゃう。もうこれも一緒だよね。こう、こっからジャンプしちゃう。だから、ここちょうどいいラインあるからあれなんだけど、この上で綺麗にしゃがむ。こういう。それは走ってる時もだし、止まってる時もどっちも一緒で、しゃがむ動きはここで、でこの時にトラックがこうグニャグニャってならないようにしゃがむ。結構盲点だと思うんだよね、これ最初特に。なんでこれを注意しながらやると上に飛びやすくなると思うんだよね。こういう風に、そう、ちゃんとしゃがめてないっていうのが結構やっぱでかいポイントだから。で、ちゃんとしゃがむって言っても、あともう2つぐらいあって、手がこう残っちゃう、こういう風に。スクワットじゃないから、別にスケボーは自分がこう地面で飛ぶ時と一緒、こっからこう飛ぶ、これに対してまずこうスケボーの動作が加わるだけだから、飛ぶことに関しては一緒だよね。大事なポイントだから、しゃがむときにまずリラックスで腰を落とす。こうしゃがむっていうときに、よく見る癖が、そのいろんな人のね、足首をこう曲げないでケツだけこう落とす。そしたらもうケツに体重乗っちゃう。じゃなく、足首も曲げてここがまっすぐにいる、頭が。これ大事。やるとさっきみたいに簡単にピョーンって飛べるんだ。これ頭が落ちちゃったりね、ケツがこう出ちゃうと、なんかバックサイドオーリーみたいななったり、
しゃがんでるつもりが頭だけ落ちて膝があんま曲がんないからってなったりしちゃいます。なので意外な盲点、最初のしゃがむっていうのはしっかりとボードの上にしゃがむ、この時にトラックが曲がんないようにを意識することです。止まってしゃがむのとまた滑りながらって感覚が違く感じちゃうからね、うん、で目線がさこうで特にこう動いてると最初の頃って体をこう開きたくなるじゃん、こういう風にもうこの時点でバランスが悪くなっちゃうから、まあスケボーはね勝手にこう進んでてくれるし、これに乗ればさ勝手にスケね体は動いてるから、この上ではイメージは止まってると思って、止まったオーリーをここでしてあげるっていうのが大事。やばい、もうスケート今週多分週7ぐらいでやった、週7か8でやってっから体が超疲れてるまあそんなこんなで、あの休むのも練習だからって言ってた。そうだね、あとはほんとプッシュとかめちゃくちゃ大事だと思うんだ、スケボーに乗るっていうのね、近くのコンビニ行くとかさ、スーパーの買い物に行くとかね、自転車代わりじゃないけど常にこうやってスケボーに乗って移動してるだけでも絶対乗り方変わってくるからね、地域によってはさ滑っちゃダメなところもあるからあんま言えないんだけど、まあでもスケボーにそう乗るっていうのがねすごい大事だから、まあ気をつけてね、車とかも危ないから引かれないように、別にねコンビニとかじゃなくても普通に公園とかで滑れるところでこうプッシュをぐるぐるするっていうね、ぐるぐるしたりさ、チックタックしたりパワースライドやってみたりドライブしてみたり、あと何がまあまあね、そんな風にやったりとか、まあ、マニュアル練習したりとかねやっていくと、まあ、スケボーの乗り方とか乗るポイントがねちょっとずつ掴めてくるからね、遊ぶっていうのは常にスケボーに乗るっていうのが大事だと思うから、まあ、スケボーに乗って慣れてね、ずっと降り練習してたら飽きちゃうから、いろんなことやってみて、板をとかキャッチする遊びもいいし、投げつけるでもいいしね、そういうことをしてるとまあこうスケボーに乗るのが慣れてきて、そう自然とこう安定するようになってくるから、最初みんな絶対にね、うまくいく一発目からうまくいく人なんていないから、うん、飛べる人はいるかもしれないよ、初めてねやってすぐ飛べる人はいるかもしれないけど、安定して飛べる人はいないと思うんで、だからまあ頑張ってやってください、僕も頑張ります、ありがとうございます。